バルター・ホン・ヒューナースドルフはドイツの軍人。最終階級は陸軍中将。第六装甲師団所属時のヒューナースドルフ。隣はブローニコフスキー。クルスクの戦いでのヒューナースドルフ。彼の葬儀の様子。中央で花束を持っている女性は彼の妻。1898年11月28日、エジプトスルタンクニカイロに生まれる。1915年に、 ドイツ帝国陸軍へ入隊し、第一次世界大戦に従軍した。ドイツ帝国解体後も軍に残り、バイマル共和国軍を経て、ドイツ国防軍陸軍へ入隊した。第二次世界大戦では1941年2月に、第3装甲集団参謀長へ就任した。その後第6装甲師団第11装甲連隊に移り、スターリングラードの戦いで包囲された第6軍救出に当たった。 第4装甲軍第57軍団のもと、第11装甲連隊の戦車大隊からなる、ヒューナスドルフ戦隊を組織し、スターリングラードへ向かったが道中ソ連軍の猛攻に、い、第6軍救室には至らなかった。1943年には、第6装甲師団司令官に就任している。1943年7月14日、クルスクの戦いにおいてヒューナスドルフ及び彼の、 参謀は、ドイツの爆撃機 HE111 の部隊による、同士打ちに会い、負傷した。しかし不運は続き、同士打ちに会ったその日、彼は狙撃手によって頭を打ち抜かれた。即座に、ハリコフの野戦病院へ搬送されたが、7月17日に死亡した。ウェグメン2009、P382、AB トーマス1997、P311、 パッチー・ウォールシェルター 2001P203AB シェルター 2007P409 ありがとうございます。